でもう未練はない。湿ったことを言うな。お楽しみはここからだ。無論ここで死ぬ気はない。存分に戦おう、リーバー。ああ、俺の全力を見せてやるよ、シナイド。感動的だな、あんたの強さ。俺の根幹たるものが俺を強くする。いそう、信念。お前には背負うものがあるか。そいつはスペースノイドの独立ってやつか。それは理想だ。だが理想だけでは戦えない。育てた者が大勢死んだ。彼らに恥ずかしい姿は見せられん。その覚悟だ。なあ、俺は何を背負えばいい。それは自分で見つけろ。それが分かれば苦労しない。理想、信念、覚悟、どれも俺とは無縁だ。なら俺と来い。連邦には帰れんのだろう。そうだ、それもいい。どうした、機体にガタが来たか。いや、ガタが来たのは俺の体だ。おい、急げ、あと一機なら積み込めるぞ。気をつけろ、こいつは。ヴィンセントにリーバー、最後にお前たちに会えたことが俺の最大の幸運だった。俺の思いは若者たちに託した。あとはこの身を希望をつなぐために使わせてもらおう。あんたで最後だ。運が良かったな。ああ、良かった。こいつを置いていくわけにはいかないからな。あんたの意志は俺が継いでやる。それで見える何かがあるんだろう、シュナイド。隊長、どうですか、チューンの終わったそいつの乗り心地は。いい感じだ。こいつなら現用のモビルスーツにも遅れは取らん。長年にわたって改修を重ね、中身はもう別物ですね。名前も変えたんでしたっけ。ああ、こいつの名はイフリート・シュナイド。人手に渡ったりもしたが、結局俺のところに戻ってきてくれた。こいつとは最後まで縁があるようだ。ですな。さて隊長、目標がお出ましです。くそ、罠か。この盗賊どもが。少々調子に乗りすぎたようだな。アナハイムの船団を襲ったことで上からお前らの討伐命令が出たんだよ。企業の顔色を伺いとは、連邦も落ちたもんだな。さすが隊長、やりましたね。隊長、各地帯から打電、大規模作戦のため合流求むとのことです。ふん、ついにこの時が来たか。俺は心の穴を埋めるものを探し続けてきた。レイス、シュノイド、そしてこいつら。俺を必要としてくれるものはすぐ近くにあったのに、俺は戦いを渇望するばかりで自ら受け入れようとしなかった。自分探しをこじらせてとんでもない回り道をしちまったもんだ。しかしこの遠回りには意味があった。シュナイドという男を追い求めてきた。
その一部が背負い、俺は信念の悪意を知った。新しい仲間と俺はシュナイドから受け継いだ理想を叶えるための戦いに赴く。これが俺の最後の戦いである。俺の心は今不思議と安らかだ。この気持ちを満ち足りているというのだろうか。それを知ることができただけでも生き延びてよかった。さあ行こうか。